これ画面切り替わり時にちょっとなんか後ろが気になってしまうんですけど、それを気になりにくくするためにこの裏をですね、黒い壁紙にしました。ですが、最初の頃の撮ったのはまだ赤い壁紙なので見にくいかもしれませんが、これですね、コラボ開催中ってやつをやりました。これモンパレのコラボをやろう。重いのかな。これ大丈夫かな。よし、これ最初のとこからなっちゃった。なんかちょっとうまくね、撮影ができない。これチュートリアルからなんですけど、ここまでやったんですよ。なんかね、画面が仲間モンスター、ちょっと一回こう選び直してこれでいいか。そう、これうまくいくかな。ちゃんと映ってるかな。なんか切れてるんですけどね、画面ね。これもうしょうがない。これ何回かねやり直したんですけど、これでいきましょう。はい、このパレードで出発です。大丈夫？これね、スキップ、こうやって連打してもいいけど、スキップがあるんでスキップやってみます。ちょっと風邪ひいちゃいましたね。風、ちょっと冷房で喉やられました。ちょっとこれは、ちょっとこれでやります。まだね、切れてますね、これ。はい、これつまむ練習、何回も 長押しでつまむ。よし、スライム倒してください。ひえ、なめ回しだって。ちょっと見えない。倒しましたね。これかなり切れてますけど、ちょっとね。で、今度はターゲットを選んでみましょうってあって、こういうふうにやればいいのかな。これターゲット変えたいときどうすればいいの？ターゲットが変えられます。あ、ちょっと変えられた。このニャーゴが前行っちゃうんだけど大丈夫？攻撃しようとして戻しました。よし、絆創膏、ちょっと傷つくと絆創膏が、ミッションクリア。チュートリアルはここまででいいのかな。メニューから冒険するを選び、イベントある。よし、ここを押してみますね。冒険する、イベントを遊ぶ、でイベントがこれね、できるようになってる。メタルラッシュをやってみよう。時間が決まってるけど、今回は特別にやらせてもらえるのかな。準備して始める。これも始めちゃいたい。
メタルが現れた。結構元の画面自体がちょっと切れてしまっているんですよね、これ。うまく映ってないですが、ニャーゴがどんどん撒いちゃう。あ、会心の一撃出した。あ、これなんかこうグッ、なんかこう褒めてあげようって、こうさっきのマークレベルが上がった。斧みたいな持ってるので会心の一撃とか出ないかな。ダメだ、出ない。地道に、あ、魔法攻撃効いてない。ポンポン押すとこんな、パレードクリア。じゃクリアをしましたね。コラボ、これ連打でいけるのかな。はい、はい、骨付き肉が送られました。作品ボーナスももらえるってことですね。結構楽しい、新しいゲームね、やってると。はい、これホーム画面が、え、また冒険をする、ストーリーを冒険をする。馬泥棒をやっつけろ。なんかね、ぐるぐる動いてしまいますね。これスキップしよう。機能があります。ゲームをポーズしてメニューを表示します。薬草を使用して、薬草持ってない。諦める目標確認。これがポーズ。おお、メタパニーをしている。ちょっとこれは鬼面同士か。これは中断ね、中断、一時停止。倒してくれてる。もんじゃ、笑い袋、スライム、絆創膏マーク、絆創膏マーク。これは敵だけど、ちょっとニャーゴニャーゴニャーニャーゴ。そう、すぐね、小さなモンスがねやられちゃうんですよ。あれ、ちょっと待って、結構潰れちゃって、この画面になると潰れちゃうって、どうしよう。飛び飛びなんですけど、今回これはしっかり映ってるかな。また飛んじゃうのかな、スキップ。影響的にスライムナイト、ちょっとこのレベルでは大変なんじゃないのかな。ち
ょっと頑張ってくれてる。ちょっとにゃーこがさ、にゃーこがちょっとなんかちびっちゃいからなんか絆創膏だらけにね良くなっちゃって、いやなんか最初動かし方が分かんない。そうつまんで移動して前衛後衛をこうちょっと攻撃させてあげた方がいいのかな。あんま下手に前出ちゃうともう操作できない。あできたできた、寝てる。よし、骨付き肉だ、骨付き肉。あ、チャンス。骨付き肉をあげれば熱烈アタック。持ってる数、受け取ってないからゼロなんだけど、熱烈アタックをしました。あーダメだった、あースカウト失敗しちゃった。だから怒ってるっていうわけじゃない。あまさか俺のモースが破れると思う。画面切り替え時にあれなんですけど、あーごくりごくりで、これでホーム、あのたびたびあの画面がすごい切れたりなんですけど、ここにこのページ分開く、ここにいっぱいコラボのコインいっぱいあって、受け取り期限28、いっぱいこれをやる、やりましょうっていう。モンスター届け物はありません。はい、それでは、初回10連無料探検スカウト、初回無料っていうこれをやります。探検開始、引っ張れ。なんかもうここで切れるんですね、画面切り替わりの時。ちょっとよし結果を見る。これが地獄の使いが S、達成しました。はい、今あのドラクエテーマメンテ中ですからね、これは。ブラウザで開くではなく、ね、どこでしたっけ、冒険をするでマルチバトルを遊ぶ。いや今皆さんいるかしら、これ悪霊の神々コイン上級をルームを作るっていうボタンを、鍵掲示板で募集。ちょっとベテランさんお願いします。ワクワクしながら、あのはい、モンスターはさっきの一番強いS ランクの、来てくれるかな、まだ大丈夫。どれどれ、これが一番強いんだ。でもつまみやすいやつがいいかなと思ってるんですけど、わーいっぱい来てくれた、嘘で、よろしくお願いします。今ねちょっと撮影しちゃって、なんか表示、いやお願いします、準備完了。
ドキドキする。よろしくお願いします。お願いします。あと一人です。お願いします。よろしくお願いします。 OK、 そう、出発 OK になってから開始。はい、お願いします。今ですね、ちょっと皆さんにお伝えできない、撮影 OK の方とかそういうボタンがあったらよかったんですけど、よし、いやー怖い怖い怖い、いやー、つまりますよ、つまりますよ、こうやって後ろの方にいて、つまんでる間無敵ってあのチュートリアルでやってたので、よし、ちょっと重いですけどね、これ撮影しながらって Wi-Fi 経由なんですよ。すごい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 、かっこいい、すごいすごい、もうほら絆創膏だらけになってる、ほらかっこいい。でなんかこの下のボタンもあるみたいだから、ちょっとつまんで、この範囲攻撃はなんかこれでスタンプで、マジマジですか、やった、ありがとうっていうことで、ありがとうございますっていう感じでやる。ちょっと難しかったかな、次のどんどん難しくなってくる。ありがとうございます。うわードキドキする、いやー何回やってもドキドキする、これ、いやベテランじゃないしって、謙遜している方もいるかもしれないけど、ドキドキしますね。じゃあ次、あの一回ちょっとこれね、よし、これ伝説の三悪魔、これルームを作ります。影掲示板で募集、ちょっとね、普段あんまりこう誰でも OK みたいな感じで普段はやってるんですけど、ちょっとどこパレ、これはちょっと全く初心者なので、自分より全然強ければって思って、準備完了、いやーお願いします、よろしくお願いします。なんかこのスタンプで会話できるんですね、スタンプでよろしくお願いします。そう、なんかマルチレベル上げになるかなってお役に立てればと思うんです。準備完了ができたらよろしくお願いします。で、これ完了しました、 OK、 いやーお願いします、ちょっと今撮影してます、よろしくお願いします。いやードキドキします、重いから落ちないかどうか心配なんですけど、ちょっとそこつまみますから、よしよし、いやー怖い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 、ちょっと全然ね見方もわかんない、ちょっと、いやー怖い怖い怖い、お願いしますお願いしますお願いします。うわー、これ敵の攻撃なんだか自分の攻撃なんだかよくわかんないんですけど、これ強い特技みたいなんですよね。うわわわわ、すっごいかっこいい、やばっ、すごしか出てこない、すごい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 、いやーいやー、いやもう倒した、 ありがとう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 ございます、わーありがとうございます。でこういう風にやってて、あ、こうやって遊ぶのか、強くなるとこうやってできるのかって思って、あのやるのかしら、ありがとうございました。一回ずつ切ってこう、ちょっとドキドキする、はい、それではちょっと、いや今ちょっと上級者さんをね募集したんですけど、エスキラーマシンもね今郵便箱でコインを受け取ってなくて、コインない、コインない、どうやってやればいいの、どうやってやればいいのって最初やったんですけど、ちょっとこれこの流れがすごい、これがね、ほんま、お願いします。募集しました。すごいドキドキする。今回早いですね。いやー、準備完了にしとこう。
お願いします。すごい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 、ベテランさん来てくれた、すごい、お願いします、よろしくってお願いします。そう、もしかしたらこの、ま、なんだろう、あともう一人お願いします。この夜中ですからね、ちょっと用事近いんで、よろしくお願いします。あー、なかなか難しいのかな、やっぱり。おお、よろしくお願いします。すごい、なんだろう、表示切り替え、これで特技が、なんか今プチマダンって流行ってるのかな、すごいすごい、わあすごい、こんなにいっぱい見れちゃう。なかなかこの時間も時間だし、ちょっと難しいのかな、なかなか一人でよろしくお願いします。なかなか揃わない。出発 OK、 あれ、ダメだ、出発 OK、 みんな4時から何かやりに行くのかな。なかなかよろしくお願いします。この挨拶の仕方は覚えたんですね。ですが、よろしくお願いします、お願いします、あともう一人よろしくお願いします、お願いします。わあ、お願いします。出発 OK になった、行きますよ。いや、これちょっとあの、どうなんでしょう、こう撮影とかいいですかとか、これどうやって聞けないけども、変な編集にはするつもりないので、あのすごいかっこいいとこね、すごい撮りたいなと思って、ありがとうございます。ちょっとね、これなんか範囲技があるから、ちょっとこれを避けないと、やばい、お願いします、やばい、これはかっこいい、そうそう、敵の攻撃なんだかね、わかんないだけども、結構止まってるんです、プチマダンって。わお、仲間呼ぶ、これ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 、うう、いや、ちょっと熱い熱い、これ、いや、これね、な、いや、死なない方がいいんですかね、2回行動、仲間、これ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 、なんかまっすぐ来る、あ、違う違う違う、スーパーレーザーじゃない、これ、いや、いや、もう3つ絆創膏ついてるよ、マジ、ありがとうございますね、すごいかっこいいでしょ、すごいかっこいいなと思って、いや、ありがとうございます。いや、これね、あの、ちょっと動画アルバムにさせていただきたいなと思って、どうもありがとうございましたって言って、こう戻ってですね、ドラクエ10のあの、これですね、ここの竜の下のドラゴンクエスト10コラボ開催中っていう、これを押してブラウザ開いて応募するとできるんですね。なので、あの、今回、あの、まだ
大変そうでやってないっていう方いらっしゃれば、こんな感じでできたんですけど、いや向こうがちょっとご迷惑ではないかなっていう風にすごい心配はしてしまうとは思うんですけど、こんなに強いんでね、あのちょっと大丈夫じゃないかなと思いまして、素晴らしい、こんな刺激を受けて、でそれであのスマホで撮影できないかなって私なりにちょっと調べてですね、私はかっこいいところというかスマホでの撮影をしてみたいなと、思い出アルバムに、でそれで今回スマホ撮影をしました。いやーこれ夜中にね、こうベテランさん来てもらえてよかったです。もう本当にありがとうございます。もしあの、はい、他の情報とかもどうもありがとうございました。皆さんのおかげでした。ありがとうございます。